マツダコネクトというと、まあ、コネクトというのはつながりなんですけれども、いろんなものにまあつながることでマツダとしては、まあ、走る喜びをどんどん進化させていこう、まあ、そのための技術の総称だというふうに思ってもらったらいいと思うんですけども、具体的な機能といたしましては、まあ、今のインターネットラジオができるということ、まあ、その他にももちろんその Bluetooth でスマートフォンと車をつなげることによってハンズフリー電話やそれからショートメール、ショートメールが来た通知をしてくれるだとか、それを読み上げてくれる機能、そういうのもあります。今までだったら車に乗ってる間っていうのはショートメールを確認するだとかいうことはなかなか、まあ、安全上なかなかできなくて機械を逸するとかですね、いうこともあると思うんですけど、まあ、運転しながらショートメールがポンとやってきて、でそれを読み上げてくれるので、まああの家族からの連絡であるとか友達からの連絡、まあそういったものをタイムリーにちゃんと聞けて、で今運転中だよという返信もできる機能もまあありますので、まあそういうことでコミュニケーションをタイムリーにしてもらえれば、まあよりその豊かな生活ができるんじゃないかなと思います。返信する際にはその定型文からあの選んで、でポンとコマンダーを押してその定型文で返信するという機能ですので、もう瞬間で返信できます。だから今運転中なのであの電話できませんよとか、しかも自分の言葉で返信もできますので、その定型でそれで返信できます。まず安全に使える、これが一番大事だと思ったので、いわゆる表示系だとか操作系、これヒューマンマシンインターフェースって言うんですけど、これをまずしっかり見直して安全に使える、そういうデバイスをしっかり開発する、まあ、そこから始めました。安全に使えるっていうところについてはですね、そのエンターテインメント系以外のところでいうと、走行系の情報はしっかりと目の前であの視線移動なく情報が見れるようなアクティブドライビングディスプレイ、これを開発して搭載しています。ヒューマンマシンインターフェースのデバイスとしてセンターディスプレイを、まあ、見る脇見を最小限にするという意味でできるだけ上の方に上げて、でその中に書かれているその文字の大きさですとか、そういうところは人間工学に基づいて、まあ、しっかりと設計をしてグラフィックを作る、まあ、その上で必要なサイズが7インチという数字をまあ出して、まあ、それを搭載しました。まあ、それとステアリングから手を離した時の、まあ、不注意運転の様子を最小限にするということで、姿勢を安定して操作できるコマンダースイッチというのを、手元で操作できるコマンダースイッチ、これを開発しています。ある操作をしたらちゃんとそのフィードバックがしっかり返ってくると、でそのフィードバックの仕方も、まあ、いろんなフィードバックの仕方があるんですけども、まあ、それがメンタルモデルに合致した形にする。だからコマンダーもクリッと回すと、それに応じてクリッと回る、でその返ってくる表示だったり音だったりするところが、まあ、それがいわゆる対話になっているので、ドライバーがこうやりたいよっていう意思を伝えて、でその意思をしっかり理解して、で返ってくる、でまた次の操作に移れるなり、まあ、もしくは運転にしっかりまた集中できる、まあ、そういうインターフェースが、これが大事だと思いますね。このマツダコネクトを、運転しながら積極的に使ってほしいというよりかは、走って楽しんでもらいたいというのが一番ですので、マツダコネクトを使う時間というのはできるだけ最小限にしてもらったらいいと思っています。使うということに関しては、ただあの楽しい音楽を聴いたり、あの自分の好きな曲を聴いたりですね、そういうことはもちろん、やってもらいながら運転を楽しんでほしいと。で操作するとか脇見をするということはとにかく最小限にしてもらう、まあ、それが一番我々としては嬉しいことだと思っていますので、それを実際に乗ってもらって感じてもらえれば非常に嬉しいです。